どうも、トムヤンテニスチャンネルのトムヤンです。 MJ です。今回は、ヘッド様からいただきましたグラビティ、はい、はい、グラビティツアーですね、レビューをしていきたいと思います、はい、いつも通りストローク、ボレー、はい、形式で、はい、やっていろいろ感想をお伝えしていきたいなと思います。はい、でスペックなんですが、これは MJ です、ね、はい、重さが 305g で、バランスが 320mm、でストリングパターンが 18-20 になってて、フレームの、太さが 22mm、メイン100ですねになってるんで、はい、フレームの形がちょっとここら辺がこう広がってるような感じ、上にこう広がってる感じですね。ちょっと今までにない形になってます。で裏表でちょっと色が違う感じになっています。はい、これちょっとガットが最初から貼ってあったので、何が貼ってあるかとか、ポンド数とかちょっとわからないんですけど、結構緩めに貼ってあると思うので、はい、それも踏まえて色々やっていきたいと思います。はい、
え、ほら。グラビティ打っていきました、はい、ストロークボレー、サーブからバイ、やってきたんですが、ストロークどうでした？そうですね、最初は18、20なんで、ちょっとしんどいかなって思ったんですけど、18、20でもこうグッと詰まってる目の細かい18、20と、まあ、ちょっと全体に広がってる粗い18、20があるんで、まあ、これちょっと粗めに作ってやるんで、まあ、そこまでしんどく、感じなかったです。で回転もしっかりかかってくれたんで、まあ、全然苦にならなかったかなって思います。ただまあ、ピュアドライブとか面の、100で16、19とかに慣れてる方はやっぱ、ちょっとこう硬いかな、重いっていう感じがすると思うんですけど、まあ、そこまで、思ってる以上にしんどくはなかったです、はい、振り抜きも良かったですね。そうですね、振り抜きが非常に良かったですね、はいはい、で僕はボレーのちょっと感想を言わせてもらうんですけど、18、20なので、ガットの量が多い分ちょっとなんか重たさがあって、うん、俺ちょっとこう動かしにくいのかなと思ってたんですけど、そんなこともなく、で面100だとなんか振り抜きというか、まあ、ボレーも少しスイングはするんで、ちょっとこう打ちに振りにくいのかなと思ってたんですけど、動かしにくいのかなと思ってたんですけど、結構スマートな感じの面100、そうですね、なんでそんなに空気抵抗があるというか、そういう感覚はなかったんで、僕スピードも使ってたんですけど、スピードとはちょっと違う面の100の形ですよね、うん、ですので、スピードの100はストローク僕すごくしやすかったんですけど、やっぱりボレーのラケットの出方がちょっと悪かったので、これはすごく良かったですね、ボレー、うん、そうですね、ね、でフレーム自体もなんか見た目は硬そうなんですよ、うん、ね、なんかちょっとプロ的な感覚の形にはなるんですけど、はい、打ってみればそうでもないですよね、はい、だからまあ硬いと柔らかいの本当間ぐらいの感覚、うん、柔らかくもないし硬くもないみたいな感じになるんで、はいはい、で18、20なんで、ボールが飛びにくいというイメージはあまり持ってもらわなくても大丈夫かなと思います、はい、僕自体はストロークとボレーだったら、まあ、ボレーの方が、まあ、まあ得意っていうのもありますけど、ボレーの方がしやすかったなというのはあります。はい、これちょっといろいろガットとか、僕こういうラケット、ガットを硬いガットを柔らかく貼ったりとか、柔らかいガットを硬く貼ったりとか、いろいろ試してちょっとやってみたいと思いますので、はい、このなんかボレーしてる時面白いって言ったよね、色が変わって面白いって反対側でチラ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 ちょっと色が変わるんでバレちゃうよね、こっちも、はい、あいつフォアやみたいな、あバックで打ちようぞみたいな、そういう部分のおしゃれさもあります、ね、面白さあるかもしれんね、はい、ちょっと新しい形なんでね、はい、はい、皆さんもぜひグラビティ、まあ僕たちはちょっとツアー使わせてもらいましたけど、 MP とかいろいろありますので、はい、ぜひ皆さんも使ってみたいと思います、はい、